私のようなものをお相手に選んでいただくなんてもうどうしましょうというずっと どうしましょうってどうするんだよ吉永小百合さんでデュエットが始まり星野由里で終わることを深くお詫び申し上げますとんでもないよ僕はとっても由里のこと好きなんだありがとうございます私もあの大先輩の歌手としてそして一人の人間としてアーシのずっと拝聴させていただいて大好きになってしまいましたじゃあどうするどうするずっと心の中でお慕いをしてありがとう嬉しいありがとうございます本当に本当に優しくしていただいてもう歌手になってよかったなとつくづく思っております、うん、もうこれ以上思うことはない溢れ出すぎて早く嫁に行きなさい嫁はすみません